それではお集まりの皆さん、こんにちは。ただいまから日本共産党の街頭演説会を始めます。今日は日本共産党の委員長の志位和夫さんをお迎えしました。どうぞ最後までお聞きください。私は本日の進行を務めます、中区の市議候補の小黒恵子です。どうぞよろしくお願いいたします。それではまずはじめに、日本共産党推薦の総候補であります島田博氏が訴えを行います。皆さんこんにちは。お集めの皆さんこんにちは。私が本土市長選挙に立候補いたしました島田博氏です。どうかよろしくお願いいたします。私は住み続けたくなる街浜松を作る会の推薦と、そして政党では日本共産党からの推薦をいただいております。皆さん、私は伝えたいことが3つあります。1つは行政区の再編問題です。鈴木現象は7つある区を3つか4つにしたいと考えていますが、私は現行の7区体制を守っていきます。先日天竜区の原田橋崩壊事故現場を見てきました。地元の佐久間町の住民の皆さんは、あの建設もっと安全なところへ、そういう声が多かったんですが、浜市行政に届くことはなかったんです。この原田市の崩壊、これは行政切り捨ての見本ではないかと私は思っています。そして2つ目、今日のニュースでもありました、小学校の業務委託の給食が延期されるという話です。入野小学校、白花小学校、大平台小学校も含めて学校給食、これが民間委託業者が人が集まらないということで延期になりました。撤退しました。皆さん、これが今スイキャストも進めている民間業務、何でも民間に任せればいいという、そういう結果ではないでしょうか。私はこういう市民切り捨て、市民サービス低下の鈴木康友として、反対に市民の命と暮らしを守る行政に展開していきます。大企業鈴木が宮古田に進出するに50億円も補助するという、一方で市民サービス切り捨て、この規制の転換を図っていきます。税金の使い道、使い方が問われています。ぜひ暮らし福祉の第一の市民姿勢に皆さん切り替えていきましょう。皆さん、よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして市議候補をご紹介いたします。まずはじめに東区の落合和司です。どうぞよろしくお願いします。南区の島田初江です。どうぞよろしくお願いします。北区の渡辺真由美です。よろしくお願いします。浜北区の北島シャダムです。よろしくお願いします。天竜区の酒井豊美です。よろしくお願いします。湖西市の荻野俊明です。よろしくお願いします。そして私、中区の小黒恵子です。どうぞよろしくお願いをいたします。それでは代表をいたしまして、現市議団長であります浜北区の北島サダムがご挨拶いたします。皆さん、こんにちは。ただいまご紹介を受けました浜北区の北島サダムです。今日はですね、6人の候補者を代表いたしましてお訴えをさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。前回の選挙では皆さんも記憶にあると思いますけれども、直前に東日本大震災が発生いたしました。
まあ、そういうことから争点は地震津波そして原発事故これが大きな争点となったわけでございます。そして今度は安倍暴走政治の下での選挙戦ということになります。皆さんの大きなお力で私たち全員を議会に押し上げていただきますことを心からお願いいたします。よろしくお願いします。さて皆さん、今医療や年金介護などあらゆる社会保障の分野で次々と予算が削られてきております。まあ、こういうふうに国の方から地方に向けて冷たい風が吹きつけてきておりますけれども、こういう時にこそ市民の暮らしをしっかりと守る、これが本来の自治体の果たす役割ではないでしょうか。しかし今通気姿勢を見てみますと、こうした冷たい風から市民の暮らしを守るこういうことではなくて、一緒になって冷たい風を吹かしているのが実際であります。例えば高い国民健康保険料の値上げ、連続して値上げをしております。介護保険料も値上げです。こういうことから市民の暮らしは今悲鳴を上げているではありませんか。また住民サービスの点でも、高齢者の皆さんが楽しみにしているバス・タクシー券、これは7000円が4000円に減額されました。そして1年後には廃止をするという、これが鈴木市政でございます。そして一方では大企業には大盤振る舞いの市政となっております。例えばこちらの目の前にある円鉄百貨店の新館ビルには5億円、そして後ろ側のビッグカメラには2億1000万円の補助金が出されております。皆さん、その極めつけはですね、今後宮古田地区で鈴木自動車がかなりの大きな工場を今建設中ですけども、この創業時になんと50億円の補助金を出すようになっているんです。思い出してください。あの会社の社長さんは浜松市の行革新の会長をしておりました。その時に市民の皆さんに言って何と言ったのか、市民の皆さんに対しまして、補助金をおねだりするのは小じき根性だからやめなさい、まあ、このように言ったわけですね。でそういうふうに言った本人が今度は最大のおねだりをする、これおかしくありませんか。こういう姿勢を今進めようとしております。皆さん、今度の選挙は大企業優遇の政治から本来の住民の福祉を増進するという本物の地方自治を取り戻す選挙ともなっております。私たち6人はその先頭に立って頑張りますので、大きなご支援をどうぞよろしくお願いをいたします。ありがとうございました。それでは続きまして、その浜松市長区から何としても共産党の県会議員候補を当選させようとみんなで頑張っていただいております、平賀高重が決意表明を行います。皆さんこんにちは。紹介を受けました県議候補の平賀高重でございます。私は今度の県会議員選挙は絶対に負けてはならない選挙だと思っております。その一番大きな理由は、今安倍首相が国会で戦争する国づくりの法案を5月の連休明けにも強行していこうとしているからです。私は先日街頭演説でスーパー前で訴えておりましたら、ずっと話を聞いてくれた年配の男性がいました。お礼に伺いますと、その男性は自分はこれまで一貫して自民党を投票していましたが、今回に限って共産党に一票投じます、こういうふうに言われました。その理由を伺いましたら、今アメリカの兵士がイラクやアフガンで戦場に行って帰ってくると5人に1人は精神に異常をきたして自殺をしたり、一般の社会生活を行うことができない、同じ苦しみを日本の若者たちに負わせるわけにはいかない、戦争反対の一点で今回に限って共産党に一票投じると、このように語ってくれました。皆さん、今災害救助などで大きな役割を果たす自衛隊員を絶対に戦場などで殺してはなりません。戦争反対の皆さんの思いは反戦平和を貫いて93年間
日本共産党の私、平野高杉に託してくださるように、皆さんよろしくお願いをいたします。2つ目の私の理由は、やはり浜岡原発の問題です。マグニチュード9クラスの巨大地震が発生する、その想定震源域の上で、日本で最大級の原発を稼働させること自身、本当に狂気の沙汰だと私は言わなければなりません。私は毎朝朝7時から8時まで1年間街頭宣伝をやってきました。家を出るときに3歳の孫がいるんですけれども、じいじいって私のことを呼ぶんですけど、本当にね、可愛いなと思います。こういう子供たちの将来を原発震災などで絶対に台無しにすることはできない、この思いを本当に強く思っております。ぜひ皆さん、原発の危険性から県民の皆さんの命と安全を守るためにも、ぜひ力を合わせて頑張っていこうではありませんか。今皆さん、この県議の定数4人おります。静岡県というのは県議会69名おります。残念なことに今共産党の県議がおりません。そのために浜岡原発の危険性を指摘をする県会議員がおりましても、浜岡原発を廃炉にしようというこういう県会議員は一人もいないんです。ですから私たち日本共産党、今何としてもこの中区で日本共産党の県議と頑張っておりますが、今4つの定数で5人の候補が出ておりますが、戦争反対を明確に訴えている候補は日本共産党の私、平賀隆しかおりません。それから消費税の増税ストップ、そして増税をするなら大企業や富裕層にこそやるべきだと、このことを訴えているのも共産党の平賀隆しかおりません。原発の廃止を求めて頑張っている、そういう候補も共産党の平賀隆しかおりません。ですから皆さん、もう投票するところははっきりしているのではないでしょうか。ぜひ皆さん、何としても今度こそ県議会に申し上げてください。私も全力を挙げて奮闘する決意を申し上げまして訴えといたします。皆さんよろしくお願いいたします。